こんにちは、黒橋ずこです。今日のお話は私の大好きなログキャビンについていろいろとおしゃべりしていきたいと思います。赤い色を中心に使うのは開拓時代に住んでいたお家にみんな暖炉が一部屋で暮らしているうちだってあったわけですよね。で、そこね、暖炉の火を夜寝る時も赤々と燃えさせていないと、こう寒波が来たりした時には家族中で弱い子供の命を失ってしまうっていう風な恐れがあって、一晩中冬は燃え盛らせていたようなんですね。ログキャビンについてはもう皆さんもご存知だと思いますが、こういうふうに作品になったものは、これはシェルバーン美術館コレクションという本の中に載ってたんですが、どこに行っても中心が赤で始まっている作品が多いです。このアップのところでお見せしますと、明るい明るい暗い暗いとなってます。それの暗い方をみんな寄せてくると、ここに正方形が今度は転がって斜めになった正方形のような形に暗さがまとまって見えてきて、外側に明るい色が4枚だけをつないだ時には見えますが、こういうふうにすると暗い方が中心に行って、その間々斜めにまた明るい暗いというふうになってくると。で、それがいろんな形にくの字になっていくこともできるしっていうので、割合つなぐのも簡単で、そして後でデザイン構成ができるっていうことが、ログキャビンを本当にみんなを楽しませてくれて、で、思いがけず手早くキルトトップが出来上がるっていうことがを楽しめるっていう。私自身は変形のログキャビンから始めています。それは四角つなぎをやったり、サンプラーの星のパターンをやったり しながら訓練はしていっているけども、作る作品は誰もが作ったことのない作品を作ってみようっていうことから始めてるので、でそれにしては人に教える時間も必要、それから、教えるための準備も必要、自分の作品も作りたいっていう欲張った生活をやってきましたので、もう本当に根気よくというよりは手早く合理的に作りたいっていう方が先に立っていました。で、ミシンを、中古のミシンを、台付きを卓上用の電動式に取り替えてもらうのが、その頃3万円で、1台で3万円で手に入ったんですね。最終的には3台のミシンを手に入れて、どんどんこのログキャビンだったら、いとも簡単に作れちゃうっていう生活をしていたんですが、その時思ったのは、でもログキャビンって全部カクカクしてるよねって思ってね。で、カーブのこう柔らかい曲線を表現できるものはできないんだろうかと。それだったらミシンの方がいいわって。でもミシンで土台ミシンが下手だったっていうか、使いこなしてなかったので、まっすぐ縫うのがやっとで、でカーブが縫えなかったんですね。で、だからログキャビンをみんなに教えながら見れば見るほど、これはいい形だな、布が多少あっちも足りないこっちも足りないって、じゃあ足りない同士を寄せ集めながらでもやっていけるっていう、後から足してもいいっていう風な、このログキャビンでカーブができたらなって思ってました。で、だから縫っといてカーブに切ろうかというところまで考えたこともあるんですけども、でもうまくいかないだろうなって思ってる時に、出会った本の中にログキャビンの本だったんですけど、全部みんな
大体、この本のに載ってるように持っといてデザインができるよっていう風にいろいろ並べ替えてみることは可能だけども、それをカーブにするっていうのは塗ってなかったんですね。あの作品としては載ってないんだけど、一つだけワンブロックだけローキャビンでこうカーブが2分の1に出ているのがありました。でこういう風になっていて、見るとローキャビンの一本一本の幅が直線になる、普通のローキャビンだとまっすぐ斜めになっていくだけですけども、この場合に一つワンブロックで暗い色の方が細かったら、こっちの明るい色は太いで、その幅がこちらを1、細い方を1としたら太い方が2の寸法の割り出しで作ってある図があったんですね。それはこの本当にこの4分の1の1つだけでしたけども、それで、あ、これだと、階段の深い階段と浅い階段を二手に分けて使えば なるんだなと思って、これを4枚こういうふうに太い方が濃い色と細い方が薄い色を2枚作ったら、その反対に暗い方を細くして太い方を明るくするっていうのを2枚作ると。だそれはくるくると回せばいいんだから、それを回して集めるとこれが正解波っていうパターンができて、それが私の使った色だと波には見えなくって、どちらかというと山に見えるなと。でこれが初めて私の作品の中にログキャビンが入った最初の作品です。でこれをニューヨークに生徒と一緒に、みんな生徒も一点自分の作品を携えて参加したハドソン川のほとりで、の倉庫街みたいなところで作品展があったんですね。キルトフェスティバルみたいな小さい、あんまり大きい規模じゃなかったけども、私が日本から行って、からオーストラリアから来た人もいてっていう風な、一応世界に向けてっていうような発信でやられてる時に、で私が控え室でちょっとお茶している時に生徒が駆け込んできて、先生の作品の前で車椅子の男性がものすごく怒ってるよって言って呼びに来たんです。で慌てて私通訳の人連れて、駆け出していって、私が作者ですって腰を低くお辞儀したら、その人、まあ通訳を通してですよ、ね、その人が言ってることは怒ってるっていうんじゃなくって、アメリカ人にとってログキャビンは、ログキャビンというパターンはふるさとのようなパターンだ、ね、自分の国のふるさとのようなパターンを、この作品を作った作者が日本人だのお前だっていうことが気に入らないと言ってたんですね。でその時にやったと思いました。もう本当に第一作でこう彼が自分の国で見たことがない、キルトおばさんたちが作っていない作品を先を越されたっていうことに腹を立ててくれたんだっていうことを理解した時には、本当にやったぜと。でそこからこのローキャビンにはまりにはまって、もう今は十何点は作ってると思うんですけども、1990年は東西ドイツのベルリンの壁が崩壊した年に、それを記念してというか、そのニュースがショックだったことで、このパターンを使って激動という作品を作っています。こう動きっていうものが、布を使っても優しさとかぬくもりとかだけではなくって、表現ができるなと思ったのがローキャビンのおかげだと思いますね。